こんばんは、速稼塾の久保です。24時間育児パパの久保でございます。普段はですね、このエプロンをしてるんですよ。これまあ女性用なんですけども、私の体が入るんで、まあね、そこら辺の後ひつかんできて、それ以来着心地がいいんで使ってます。で、今日はこっちのね、こうこれやつですね、この居酒屋のエプロンですね。すごくね、このエプロンっていうのは家事とかもやりやすいんですけども、育児がやりやすいですね。ということで今日のテーマはですね、まあ育児ではないんですけども、断食についてちょっとメッセージをいただきましたんで、こちらの方でねシェアしていこうかと思います。断食でもいろんな種類があって、プチ断食って言ってね、朝食だけ抜いて半日断食するっていうのがあるそうなんですよね。これは負担も少ないんで一生続けられるかなっていうのがあります。それから1日1食みたいなことをねするやつもありますね。なんかこれは夕食だけ食べるのかな。うん、まあ一日一食だけ取って、どこかわからないんですけども。ありがとうございます、ひろこさん。楽しいですよ、毎日。ね、やっぱ子育てっていろんな発見がありますね。子育てを楽しもうと思ったらいっぱい楽しめる。子育ての大変なところをずっとね、意識すると大変だと思っちゃうんじゃないかなと思うんですよ。要するに、どの感情を自分が選択してるのかなってことなんですよ。辛いこと、嫌なことって人生にはつきものなんですけども、辛いこと、それから嫌なことからどのように学べるか、どのように楽しめるかっていうね、方法を身につけたら、ものすごくね、なんか逆境こそ我が宝みたいになっちゃうんですよね。私はどっちかって言ったらそんなね、なんか魔族系があると言いますかね、苦境であればあるほどなんか盛り上がるみたいな、燃えてくるんですよね。やばいな、ピンチだなって時こそ強気で出るみたいなね、怖い時こそ強気で出るわけなんですけども、ちょっと断食の話戻します。3日間断食ってのもあるみたいですね。断食の専門家に相談しなくても大丈夫で、3日くらいどんなに泣いても可愛かった。そうですよね。今大きくなっちゃいましたね、ひろこさんね。3日間断食とかね、なるほどね。7日間断食とか20日間断食、水断食っていうのがあるそうなんですよね。まあいろんな断食の方法がある中で、今回私がね、皆様にシェアしたいなと思うのは、こう意識の断食っていうのはね、ほとんどの方は聞いたことないと思います。意識の断食っていうのは五感を閉じていくんですよ。で、見ないでしょ、聞かないでしょ、で、嗅がないでしょ、で、味合わない、触れない、こういうふうな五感をね閉じていって、どんどん自分の内側、自分の内側の意識、宇宙に、ものすごくねこう意識を向けていくんですかね。そういうふうな形の断食があります。そうなると味覚とか嗅覚とかを感じちゃダメなんで、やっぱり必然的に物は食べないってことになるんですよ。で、常温の水だけを1日2リットル飲むようにしていかないといけないんですけども、すごく難しいのは、人と目を合わせたりするとやっぱりね、そこに五感が発生するんで、人と目を合わせないと、会話もしないと、笑わないとか怒らないとか、全ての感情を閉じていく訓練なんですよ。で、これをね、私は1週間ほどやらせていただきまして、あ、お盆に7日間断食すごいですね。ね、まあ、今回はね、私の意識の断食ってお話をしますけども、意識の断食をすると何ができるかっていうと、先ほどの話に通じるんですけども、自分の脳みそってのは五感を感じるんですよ。見たものから脳が信号を受け取って、あ、これは美しいなとか、これはちょっと汚いなとかって、目で感じたもの、目で見たものが脳に行って、脳がそれを判断するんですよね。聞くっていうのもそうなんですよ。うるさい音とか不快な音とか嫌な声を聞いたら、それがね、これは不快なんだよっていうのは脳が判断するんですよね。で、食べるのもそうです。美味しくない、美味しいとかね、味覚とかもそうですね。触れて気持ちがいいとか、ちょっとザラザラしてるとか、これ全てここが感じたものが電気信号で脳に送られて、脳がこれはイエスなのかノーなのか、快感なのか不快なのかってことを判断するんですよ。五感を閉じると何が起きるかっていうと、トレーニングを高めていくとね、脳を直接自分の意思で刺激して快楽を得たりとかね、不快な気持ちになったりとか、怒りを収めたりってことができるんですよ。要するに外界から全ての情報をシャットダウンして、内側から自分の意識を作っていくことができるんですよね。で、これを意識の断食って言うんですけども、これをね、なんか10日間ぐらい、7日間から10日間ぐらいこう繰り返すわけなんですよね。で、ほとんどの方これ脱落していくんですよ。脱落して、私はやっぱり凡事徹底で、結局最後までやったんですけども、一言で言うとね、これ反省点っていうか、振り返って思うのは、人間っていうのは他者との関係で成り立ってるなと思うんですよ。誰かが何かを持ってるから羨ましいと思ったり、羨ましくないと思ったり、全てはね、誰かの比較とか、誰かがやったこと、そのやったことの情報、誰かが持ってるものの情報によって自分が感情を刺激されてるんですよね。で、雑誌を見ますといろんな商品とか並んでますし、かっこいい髪型とかね、それから服とか情報が入ってくるんですよ。その情報によって我々は判断を作られてるんですよね。で、そういうものを全く見ずに、自分の内側からね、想像していくっていう訓練になるんですけども、ここで、私がね、その断食をした時に一つした質問があるんですよ。
目の見えない方、先天的に目の見えない方ってどんな夢を見るんでしょうかって質問したんですよね。でこの質問はすごくいい質問だって言われたんですけども、実はもうね、研究はそれ済んでるんだよって言われましたね。なんかロシアのユングフロイトかなんかだと思うんですけども、先天的に盲目な人、一回も色ってものを意識したことがなくて暗黒の世界にもともといる人っていうのは、眠ってる時にどんな夢を見るんですかっていうところにね、なんとも興味深いね、こう実験結果を出してくれたんですよ。でそれはですね、目の見えない方が見た夢をこうなんですか、模写してくれた絵が何枚もありまして、まあ、これがね、なんかのトリックじゃなかったら、それはね、私たちが夢の世界で見るものとよく似ていたんですよね。でそこから研究を進めていって、深層心理ではみんなつながってるんじゃないかっていう説がそこからできたそうなんですよ。でもこれはね、私がちょっと勘ぐって思うのは、その説を裏付けたくって目の見えない人がこんな夢を見たっていうふうにでっち上げてるんではないかなと思うわけなんですよ。要するにね、情報を受け取った時にそれをどう判断するかっていうのは、鵜呑みにするのか疑ってかかるのか、これ全て自分が決めてるってことなんですよね。で同じ情報源にしても、これは本当っぽい、これは嘘っぽいっていうふうにやっぱり分けてるんですよ。だから例えば A さんに対して A さんを信頼してますって言っても、 A さんに対して信頼してない部分も込みで信頼してるっていう、これね、何とも言えない、ね、矛盾をはらんでいる言葉なんですよね。だから信頼っていうのは結局自分の選択肢を、自分のなんですかね、判断を否定する言葉なんですよ、信頼っていうのは。まあそういうふうにね、結論付けられてまして、なるほどなと思いました。確かに自分の判断っていうのが当てにならないときに、信頼という形でね、それを自分の最終責任を相手に押し付けてしまうんですよね。何々さんを信頼していたのにとかいうわけなんですよ。信頼って別に信頼してくださいって誰も頼んでないんですけども、勝手に信頼するわけなんですよね。でそういったことの繰り返しで人間の関係ができているということかなというふうにね、五感の断食で学んだわけなんですけども、さあ皆さんはね、どのように感じたでしょうか。この断食ってものはね、いろんな方法があるの知ってますけども、その食の断食の他にこういうふうな意識の断食っていうのがね、私がだから27歳ぐらいの時かな、だからもう随分前ですけどもね、20年ほど前に、10年ぐらいやらせてもらったんですけどもね、まあこれがね、なかなか興味深くって、断食断食と言いますけども、食の断食をすることはまあ全く苦痛じゃなくなりましたね。まあ、むしろ何も食べずにめちゃくちゃ動くみたいなことがもう快楽だったりするわけなんです。要するに空腹っていう概念を自分の脳で直接空腹じゃないっていうふうに思わせることができるというかね、自己暗示をかけることの繰り返しになってくるわけなんですよね。いやー、こんなこともね、なんか、まあ、今日話すと思わなかったですね。でもね、はい、まあでも断食の情報ありがとうございました。最後にね、この断食の情報をくださった方のまとめられた文章があります。ただ注意してもらいたいのは、断食ファスティングは万能治癒ではないということなんですよね。その通りですよね。この方法で全員が万事解決ってものはありませんので、それで成功した人がいるっていう程度に我々は留めておかなければなりません。儲ける方法もそうです。儲かる方法で儲けた人がいたらしいということなんですよ。それを丸々コピーすれば同じ結果が出るかっていうと、そうではないんですよ。やっぱり A さんがうまくいったっていうのは、 A さんの余剰時間とか余剰資金とか人柄とかね、身長とか過去の経緯全部込めて A さんがそのノウハウをやったからうまくいったわけであって、ノウハウは一緒でもやる人の意識とか資金とか時間が違えばそれは違う結果出ますよってことなんですよ。これをですね、やっぱり、ああどうも澤部さんいつもありがとうございます。先日は福岡から恐れ入ります小野沢さんとね、澤部さんともぜひねご一緒したいと思います。これからもね、大和くんのこと見守っていっていただければ幸いでございます。はい、ちょっと文章戻りますね。例えば栄養が足りない人に断食をやると余計悪くなってしまいます。そうですね、マイナスの人にマイナス治療をやると余計悪くなると、プラスの人にマイナスの治療をやるから意味があるのであって、断食を過大評価しないように注意する必要があります。そうなんですよね、断食でうまくいった人ってその断食を人にご流出する傾向があるんですけども、そうではないんですよね。やっぱり人のコンディションってみんな違いますし、やりたい時やりたくない時っていう、そういう気分の問題もありますので、一番このなんですか、クロスファイアするところでストライクしないといけないんですよ。あ、大阪だったんですかね、すいません、大阪でしたね、はい、勘違いしました。大阪の方から小野里さんとね、階段で、これなんで iPhone とかをこうやって置いてやってくれたんでしょうね、きっと。暗くなっちゃった。で次の日、小野里さんから個別で、また個別っていうかね、小野里さんの お部屋から私の方にメッセージをいただきました。そんなね、恐縮するばかりでございます。はい、皆さんもご覧いただきましてありがとうございました。今回は断食についてお話したんですけども、話があっち行ったりこっち行ったりしましたね。お聞き苦しい点はご容赦くださいませ。ではこれからもね、皆さんの お役に立てる情報、そして応援ができるようなね、そんな久保哲郎でいたいと思います。まずはね、私の息子大和くんの応援もしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではいってらっしゃい。